レス超可愛くない。100円とは思えないよね。いちご柄ね。ダメ？欲しけりゃ買えば？じゃあやめた。なんでよ。だって奈々も気に入ってくんなきゃつまんない。お揃いで使いたいし。私は何でもいいからさっさと買おうよ。でも嫌いなんでしょ、いちご。いや、好きだよ、いちごは食うのが。じゃあ買っちゃおっと。こりゃ庄司の苦労が忍ばれるな。何それ。あんたってなんつうか、ほら、犬っぽい。え？妙になつっこくて従順なんだけど、すっげえ世話がかかるっつうか。私は別にいいけどさ、何かペット買おうかと思ったとこだったし、おもちゃ買ってやろうか、ハチ。ハチって、もっと可愛い名前つけてほしい。結構近場でいろいろ揃ったね。おしゃれな店も意外とあるし、郊外やのに駅の周りがこんなに開けてて便利なんて、やっぱ東京は違うな。あとは布団とストーブと照明と、モテるかっつん。一旦荷物置いてまた来ようよ。ねえ、ナナ、ここの家具屋さん、超いい感じ、入ってみようよ。家具なんか後でいいから、行くぞ、ハチ。でも、かっこいい照明とか売ってるし、入りたいよ。しかし、私には水越かっこ29のどこがかっこいいんだかさっぱりわかんねえな。じゃあ、ナナはどんな人がタイプなの？タイプね。芸能人だと誰が好き？シドビシャス。ピストルズの？へえ、知ってんだ。あんたピストルズなんか聞くの？意外。ううん、でも映画見た。シド&ナンシー。ああ、なるほどね。いるんだよな、そういうやつ。あ、ねえ、ナナ。私ちょっと欲しい CD があるの。そこの店寄っていい？いいけど、あんたプレイヤー持ってんの？とりあえずウォークマンでよかったら貸すよ。ありがとう。売り切れてないかな。あ、よかった、まだちょっとある。今日トラネスのニューアルバムの発売日なの。私大ファンなんだ。よかったら、ナナも聞いてみてよ、超かっこいいよ。ちょっと待っててね、買ってくる。ポスターもらっちゃった。部屋に貼る気じゃねえだろうな。いいじゃん、自分の部屋に貼るもん。中学生かてめえは。だってファンクラブ入ってるくらい好きなんだもん。今度ライブもあるんだよ。チケット2枚取ったから一緒に行く？庄司と行けよ。そう思ってたんだけど、よく考えたら庄司の横で他の男にキャーキャー声援送ったら悪いじゃん。私ベースの匠がかなり好きで。へぇ。ドラムの直樹もいいけど、やっぱトラネスの最大の魅力はボーカルのレイラだよね。声も顔も綺麗で超憧れる。おい。え？あいつは？あいつ？ほら、ギターの一番目立ってるやつ。あー、レンか。あーって、確かにレンはかっこいいし一番人気だけど、なんか無口で怖そうだから、私はちょっと苦手。やっぱり男は優しくなくちゃ。え、なに？いや、別に。ざまあみろ。ねえ、そういや、レンって、ピストルズの人にちょっと似てない？髪型とか。そうか？首に人と同じ南京錠してるし。シドのが100万倍かっこいいぜ。